しなきゃいけないよな。毒蜘蛛みたいな相手がいつ出てくるかわからないし。そうだな、ああいう危ない奴は他にもいるぞ。とにかく安心して休める場所が必要なんだ。この校舎を拠点にできればいいんだけど。あとは救助を待つ間ここで生活することを考えると、食料とかお風呂とか寝る場所とか。たくま、大丈夫か？やっぱり僕一人で考えててもしょうがないな。みんなにも相談しよう。朝日の中で改めて見ると本当に廃墟だぜこの学校。あんな化け物と戦ったんだよな僕たち。僕もだよ。俺もな。ああ本当夢じゃないんだ。おはよう、たくまくん、みのるくん。あ、葵さん、はよう。おはよう、葵さん。昨日はよく眠れた？ええ、まだ少し疲れているけれど頭はすっきりしたわ。そっか、ならよかった。ああ。お、涼先輩、お寝坊ですね。うっせえ、状況で濡れっか。お前らグースか寝やがって。おかしいんじゃねえのか。まあ涼先輩はずっと教室にいたり気絶したりして休んでましたからね。なんだと。とりあえずみんな起きてきたようだし、これからどうするか相談したいんだけど。とにかく昨日はいろいろありすぎで、あのままみんな疲れ果ててバタン9だったもんな。つうか、なんでタクマが仕切ってるんだよ。そうだそうだ。いや、なんでアグモンがそっちに回るんだよ。そういうのは年長者でやんねえだな。青井先輩、涼先輩、どうぞ。こんな時だけ先輩って呼ばないでよ。私はどうするもこうするもどうにもなんねえだろ。とにかく俺はおめえらの引率なんてする気もねえし、器じゃねえ。知らん。まあそうだよね。じゃあ葵さんは。ごめんなさい、私も頼りにされるほどしっかりはしてないわ。真面目なのに。それとこれとは別でしょ。そんなことないって。葵は優しいし真面目だし頼りになるって。大
だから買いかぶりよ。私今だって不安で不安で。そもそも今私たちはどうなってるの？子供だけで一晩迷ってて帰ってこないのよ。きっと大騒ぎになってるはずだわ。なのに。そうか、確かにヘリの一台でも飛んでておかしくないよな。朝になっても救援に来てくれる様子もないなんて、一体何が起きてるのかしら。そりゃ山で遭難ならともかく、今いるの校舎だしな。むしろここに人がいない方が不自然だろ。行方不明なのは俺たち以外の全人類じゃねえのか。そんな不安を煽るようなこと。だってそうだろ。見てみろ、スマホも繋がらねえ。どうなってる。人類はもうおしまいなんじゃねえのか。そうでなきゃ俺たちがおしまいって話だろ。確かに行方不明のガキなんて構ってられない、すっげえ天変地異が起きてるとか。やめてよ。いやだってこの校舎見てみなよ。俺たちが気絶してる一瞬でこれだぜ。周囲の景色まで変わってるんだ。これって何なんだ。異常事態だぜ。パラレルワールドに飲み込まれたか、それかタイムスリップでもしたのかな。謎の超兵器が作動したとか、それで一瞬で校舎が朽ちて地形が変わったとか。いや違うよな。このボロボロさって地震とか爆撃じゃなくて古びた感じだぜ。なあ、一体何が起こってるんだろうな。すっげえワクワクしねえか。しないわ。とても不安よ。バカかおめえ。それに昨晩の怪物は何なの。何なのって言うなら、言っちゃなんだけどファルコモンたちもだぜ。俺もか。とにかく今分かっていることは、人の姿が消えて課外キャンプの旧校舎がボロボロになって、そしてその周辺の地形もなぜか見覚えのない形にすっかり様変わりして、そんでもって立ち込める霊の霧で状況がまるでわからない。その霧もなんだか触れると危ないって話だ。話っていうか本当に危ないんだよ。らしいな。そして何よりここには得体の知れない怪物がうじゃうじゃいる。得体の知れない怪物なんかじゃないぞ。じゃあ何なんだよ。僕たちは僕たち、あいつらはあいつらだよ。だからそれをちゃんと説明してくれよ。説明できるような僕じゃないからね。そんなの胸を張って堂々と言うなよ。ってことで一番賢そうなファルコモンの出番だぜ。うむ、俺か。そうね、お願い。私アコモンじゃ無理かも。心得た。さてどうしたものかな。我々もまた我々の存在に疑問を持ったことがない。ただ君たち人間の世界と我々の世界が別物なのは確かだ。やっぱりパラレルワールドなんだ。その言葉の意味は俺にもわからない。確かに常軌を逸した状況だとは思うわ。でも異世界かどうかはまだわからないわ。だったらこうして人の手による建物がどうしてあるの。それは人間だけじゃなく
建物ごと迷い込んだ？だったらこんなボロボロの校舎じゃなくて私たちのいた校舎じゃない？構造は課外キャンプの校舎と似てるけど、やっぱりここの校舎は別物のように。それに関しては俺もわからない。野山や木々、岩、海、川、それら自然界にあるもの以外の建物の存在はある日突然現れたと聞く。誰がどうやって？さあ、神と呼ばれる存在、あるいはそれに近しい力を持つ同胞なのか。正しいことなど何もわからないし、何よりこの世界の住民は様々な力や姿を持つ。すさまじい力を持つ者、弱くか細い者、何でも器用にこなす者、何もできない者。つまりお前たちのお仲間が作った可能性すらあるのか？手先が器用な奴が人間の建物を真似て作ったとか、何かすごい力で人間界の建物をこっちに持ってきたとか。わからない。ただ俺の知っていることを並べるなら、我々の世界の住民は一様ではない。言葉を交わし意思疎通もできる温和なものから、話も通じない凶暴なものまでいる。そして人間という存在もまた我々の中ではおとぎ話のように伝わっていた。いや、実際に接触したのはこれが初めてだ。ただどこからか人間の子供と呼ばれる存在が現れ、我々に力をもたらせてくれるという話だ。あ？それって…先の毒蜘蛛との戦いでアグモンが見せたような、より強い姿に変化する者もいるとのこと。なんで急に姿が変わって、それで強くなったりするんだ？わかんない。外部の影響、人間との接触なんかが媒介となって急激な変化が起こっているのかしら。優位的な選択変化、すなわち進化ね。本能的にそれを一台で行えるなんてすごいわね。えへん、すごいんだ。意味は分かってないけど。うむ、俺たちにとってはそれが当たり前のことで、疑問に感じたこともないからな。もちろん進化はそれだけに限らないし、人間の子供が必ずしも力をもたらすわけでもない。あるものはそれによって世界が破壊されるというし、あるものはそれによって世界が救われるとも言う。あるものは人間の子供を、いや、この話はよそう。とりあえず俺の知る俺たちの存在に関しては説明できるのはこれくらいだ。ミノルの望むような明確な答えも出せず面目ない。いや、今はそれだけ分かれば十分だよ。十分？何も分からないも同然じゃねえか。要は何も知らないくせに何でもありって、そんなデタラメの何を信じろってんだ。あの先輩の言う言葉気にしなくていいぜ、ファルコも。ミノルが言うならそうさせてもらおう。でも確かにどうしたものかしら。ハルたちも起きたみたいだ。え？こら見ろよ、
あいつまだあの子たちにビビってる。あいつって言うなよ。仮にも先輩だぞ。仮にもってよっぽどひでえな。ちっ、うっせえな。あ、逃げてった。ハルたちも何か知ってるかもしれないし、一度校舎に戻って二人と一緒にどうするか決めよう。それでいいかな、ファルコモン。うむ、承知した。話の続きは校舎とやらの中でしよう。おはよう。ああ、おはよう。何ちびっこ相手にかしこまってんだよ。おはよう。あ、おはようございます。そういうミノルこそ女の子相手になんだよその態度。紳士だからだよ。ああ、おはよう。みゆきさんだっけ。昨日は幽霊と間違えてごめん。いい、気にしてないし。りょうは、あんなとこにまだビビってんのかよ。みゆきたちといると気まずいんだろう。ギャーッつって気絶してたもんな。つっても隠れるでもなしにあんな隅っこでこっちの方をチラチラ見られてもな。あ、おはよう、みゆきちゃん、はるくん。ゆうべはよく眠れたかしら。うん。そう、困ったことがあったらいつでも言ってね。こんな状況だし、お互いに助け合わないとね。あ、うん、ありがとう、お姉ちゃん。お姉ちゃん、うん、みゆきちゃんからすれば私だってお姉さんだもんね。気にしないで、お姉ちゃんはずっとああなんだ。そうなの。怖い目にあってね、僕を守ってくれたんだけど、それからずっとああなんだ。怖い目って？ごめん、覚えてないんだ。それで話の続きだが、他に聞いておきたいことはあるか。じゃあ他には、そうだ、あの霧って何なんだ。とにかくあの霧は危険なんだ。近づくと本当にまずいの。あの霧に飲まれたやつはどうなってしまうかわかんない。多分気配ごと何もかも消えて。だったらもしかしてあの霧の向こうに行けば元の世界に帰れるかもよ。
やめておけ。そうよ、どうなるかもわからないようなことを試して取り返しのつかないことになったらどうするの？うむ、具体的にどうなるかはわからないが、直感的にも本能的にも確実に危険を感じる。まあ、あの霧のせいで気を失ったり変な場所に迷い込んだのは確かだしな。危ない。近づかないに越したことはないよ。そうだ、ここでじっとしてりゃいいんだよ。動く動かないは別にして、ここに居続けてもどうにもならないと思うんだよな。とにかく今のままじゃ遠出すらできないよ。昨日から飲まず食わずだし。何か食べられるものが欲しいよね。じゃあみんなで手分けして校内を探してみましょう。いや、やっぱ他に人がいないか探すのが先だって。そもそもさ、課外キャンプ参加者じゃないみゆきたちも迷い込んでるんだぜ。他にもまだ近くに誰かいてもおかしくはないんじゃね。そうだ、そういえばみゆきちゃんたちはどこから来たのかしら。あっち。あっち。あっちってどっち？あっち。あっち。そう。ああ、ダメだこりゃ。ガキにまともな話を聞けるわけねえだろ。ついでにそっちの女も幼児と同じおつむと来たもんだ。りょうくん、それはあんまりよ。とにかく他に誰かいるかどうかはまだ博打みたいなもんだけどよ。そもそもあの場ではぐれた自分たちがこうしてこの学校に集まれたんだからさ。もしかするとサキや修二さんや教授くらいはこの近くにいるかもしれないぜ。そうか、あの神社に祠、あそこにいたんだもんな。だから手分けして探してみようぜ。だからここが異世界かどうかなんてまだわからないでしょ。仮に異世界だとしても、それは私たちの世界とつながっている世界ってことでしょ。そうとでも考えないと、人間の建物までここに迷い込むなんておかしいわ。なるほど、どこかで何か境界が曖昧なところがあるかも。もしそうだったら救援が来る可能性だってゼロじゃないわ。それなら迂闊に動くより助けが来るまで待機してた方がいいと思うの。それは俺も。ええ、だからその間食べ物とかはちゃんと確保しなきゃ。だからどうせ救助も来るわけねえんだよ。え、教授や修士がいるかも、いるかどうかも分かんねえやつ探してどうすんだ。ここでじっとしとく以外何ができるってんだよ。じっとしててもどうにもならないわよ。じゃあどうすりゃいいんだよ。動いたら好転するってもんでもねえだろ。そもそも俺たち何もしてねえのに、わけわかんねえ状況に追い込まれてんだぜ。だったら何かすれば元に戻れる可能性あるのかよ。意味もなくうろつき回って危険を増やしてどうすんだよ。まあ死にたい奴だけ死ねばいい話だけどよ。